はい、皆さんこんにちは。エルカチャンネルのショーです。今日はあいにくの雨です。なのでちょっとこの間車のあのクリア塗装、まあちょっと失敗はしたんですけど、別の箇所もちょっとあるので、したいなと思ってたんですけどね、ちょっと雨がひどいので、今日はまあちょっと車の中で、できることをしようかなと思ってます。こちらを使います。アーマーオールです。これでダッシュボードとかをツヤ出ししていきたいと思います。なかなかですね、やっぱちょっと埃とか、などいろいろあって、まあ、正直汚いですね。ですので、先ほど言った通り、こちらを使って、ちょっとツヤ出ししていきたいと思います。じゃあ早速やっていきたいと思います。じゃあタオルに、適量かけてもらいまして、ダッシュボードなどなどを拭いていきたいと思います。なかなかですね、まあ一応これ上にマット引いてるので全然違うんですけど、やっぱまあそれでも汚いですね。まあマット自体のはまた今度後日するとして、わかりますかね、ちょっと汚いの。ちょっと拭きましょうかね。ツヤ出しもすると、ほら違いがわかるかな、そこという感じですね。で、まあ一応他のところもちょっと拭いていこうかと思います。ハンドルもやりますよ。そうだな、今ダッシュボードのとこだけでこのくらいでした。ハンドルもやっぱり言っても汚れていると思うので、ちょっと面を変えてやってみたいと思います。まあ手垢とかもあると思うんですけど、まあまあ埃もあると思うので、まあ一概に自分だけがの汚れじゃないとは思うんですが、がですね。まあまあなかなかする機会もないんで、まあ汚れてますよ。はい、汚れてますよ。はい、もうそんな綺麗な人なんていないでしょ。絶対どの車も拭いたら汚れますって。ほらこれハンドルだけ汚ね。ちょっと予想以上に汚かったな。
じゃあですね、まあやっぱ雨なんすか、もうただ車の中だけでちょっとするだけなので、もう今日はダッシュボードのところぐらいしかしてません。あとは運転席と助手席のまあちょっと拭けるとこだけしか拭きませんでした。ていうかそんくらいしかできてないです。まあでも拭いてみたら少しは綺麗になったんじゃないですかね。はい、多分。まあやっぱり車内を掃除するってなっても晴れた日が一番ですね。じゃあ今日はこんな感じです。それでは。